クがいない。トルク、トルクはどこ。トルク、今までどこに行っていたの。ずっと探していたのよ、私の可愛いトルク。お腹空いてるでしょ。大好きなイチゴ取ってくるからね。子供たち、トルクお兄さんが帰ってきたわよ。森で迷子になっていたのよ。お母さんはこれから食べ物を取ってくるから、帰ってくるまで決してドアを開けてはいけませんよ。トルクお兄ちゃん、トルクお兄ちゃん、トルク兄ちゃん、お母さんが帰ってくるまでドアを開けちゃうねえ。変だ。本当にトルクお兄ちゃん。お母さんが言ってたもん。言ってた。だってトルクお兄ちゃんは一番に食べられたじゃない。なのにどうしてこんなに毛がふさふさなの。お母さんが聞いたら怒る。また狼が私たちを騙してるかもしれないじゃない。私たち家族よね。本当にトルクお兄ちゃんならどうして逃げるの。狼が来た。早くお兄ちゃんもかか
夏希、こんなところで何やっているんだ。ずっと探していたんだぞ。パパから離れちゃダメっていつも言ってるだろう。私の可愛い子供たち、ちゃんと留守番しているのよ。狼が現れるかもしれないから、決してドアを開けてはいけませんよ。あってるわよ。